統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。浦和競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、2レースと4レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、 1>, 1レースと10レースと12レースの3つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。浦和競馬、4レースの本命馬から解説していきます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。 黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。その他の競争条件も同時にプロットされていますので、さまざまな適正分析が可能です。例えば、枠順は緑の四角でプロットしています。本命馬は6枠7番、ピースウォリアーです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は68%を見込んでいます。まず 本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の52で連帯目安の黄色線を34上回っています一方最低の指数となっているのは4走前の指数の18で黄色線上となっています本命馬の能力は相当高いです 他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の24で本命馬のピーク指数に対して28下回っています最低指数に対しては6上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に 黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の26で本命馬のピーク指数に対して26下回っています最低指数に対しては8上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上より他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり 若干のリスクはあります次に本命場に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1400メートルとなります指数がピークとなっているところは2層前は紫の丸が1500昨年の12月は1800 1500が適距離ですが1層前の紫の丸今回と同距離の1400で指数を下げています 1400は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。レース展開はスローペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2走前はオレンジの四角が5番手から、昨年の12月は6番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、 25でトップです。上がり指数は31でトップです。高い先行力と上がり指数でちょい差しが効くと思われます。開催場適正を見ていきます。地方での指数は中央と変わりありません。以上より本命馬の適正は展開面が高評価できます。一方、距離適正がリスクです。適正面には多少のリスクはありそうです。以上の分析をまとめますと。 他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は68%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください 笠松競馬から推奨レースを紹介します本名馬の偏差値ランクが S ランクのレースは3レースと8レースの2つのレースとなります。本名馬の偏差値ランクが A ランクのレースは2レースと4レースと6レースと12レースの4つのレースとなります。S ランクの本名馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。笠松競馬 3レースの本命馬から解説していきます。本命馬は4枠4番ハーデンベルギアです。この馬の偏差値ランクは s ランク勝利確率は50%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで本命馬の能力とタバとの力関係から見ていきます。均等で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一層前の指数の31で。 連体目安の黄色線を13上回っています。一方、最低の指数となっているのは、4層前の指数の22で、黄色線を4上回っています。本命馬の能力は相当高いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、1層前の指数の21で、 本命馬のピーク指数に対して、10下回っています。最低指数に対しては、1下回っています。この馬の逆転の可能性は、低いです。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の11で、本命馬のピーク指数に対して、20下回っています。最低指数に対しては、11下回っています。 この馬の逆転の可能性は、極めて低いです。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬に、逆転の可能性は極めて低そうで、リスクは極めて低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 4 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、 一走前は紫の丸が1600、5層前は紫の丸が1200、1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。レース展開はスローペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一走前はオレンジの四角が8番手から、五走前はオレンジの四角が後ろからの競馬です。 中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は19で2位です。上がり指数は28でトップです。高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです。開催場適性を見ていきます。過去1年、地方での出走がありません。地方適性は不明です。以上より、本命馬の適性 展開開面面がが高評価ででできます。す。す。一方、開催上適適リリススククには、は多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますとタバとの力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は極めて低そうでリスクは極めて低いです適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は50%と申し上げましたが それ以上の勝利確率を望めそうです。推奨の本命馬として最適です。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。そのだ競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、一レースの一つのレースとなります。 本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは3レースと8レースと11レースの3つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。そのだけ馬、1レースの本命馬から解説していきます。本命馬は1枠1番、ラス・リオブツリーズです。この馬の偏差値ランクは S ランク、勝利確率は 45%を見込んでいますまず本命場の指数グラフで本命場の能力と他場との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の52で連帯目安の黄色線を31上回っています一方最低の指数となっているのは1層前の指数の12で黄色線を10下回っています 本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の29で、本命馬のピーク指数に対して、23下回っています。最低指数に対しては、17上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。 次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは一層前の指数の24で本命馬のピーク指数に対して28下回っています。最低指数に対しては12上回っています。この馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。以上よりタバとの力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり。 若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は820メートルとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が800 800が適距離ですが820は適距離です展開面を見ていきますレース展開はハイペースを予測しています 一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が2番手からの競馬です好位からの競馬が良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は24でトップです上がり指数は28でトップです楽に好位につけられる高い先行力を持っていますレース感覚を見ていきます今回は、 16週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くかどうか大きなリスクがあります以上より本命馬の適正は距離適性と展開面が高評価できます一方レース間隔がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります 適正面には、多少のリスクはありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 紋別競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは8レースと9レースと11レースの3つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは3レースと4レースと7レースの3つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。紋別競馬 8レースの本命馬から解説していきます本命馬は6枠8番プラセボですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は60%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の65で 連体目安の黄色線を28上回っています一方最低の指数となっているのは5層前の指数の28で黄色線を9下回っています本命馬の能力はまずまずです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは1層前の指数の47で 本命馬のピーク指数に対して18下回っています。最低指数に対しては19上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の44で、本命馬のピーク指数に対して21下回っています。最低指数に対しては、 16上回っています。この馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。以上、より束との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1800メートルとなります。 指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が12001200が適距離ですが1走前の紫の丸2000への距離延長で指数を下げています1800は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは 2走前はオレンジの四角が花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は35でトップです。上がり指数は26で3位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます。一方、距離適性がリスクです。適正面には、 多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は60%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです